こんばんは、信姫ニュースの時間です。一つ目のニュースです。昨夜、大型のバズツイートが発生した模様です。バズツイートは依然リツイート数を拡大しており、今夜にもツイッターたちのタイムラインに上陸する模様です。バズツイートのリプライには、うわ、お前のツイート伸びすぎなどというクソリプが寄せられており、ツイート主は通知が止まらないなどと供述している模様です。続いてのニュースです。悪質なパクリツイートを行った容疑で逃走中だった N 容疑者が、本日14時ごろ名古屋市中村区にて身柄を拘束されました。取り調べによりますと、 N 容疑者は伸びると思ってやった、みんなやってることだなどと容疑を認めております。取材班はパクツイ事件について街中の人々の意見を聞いてみました。じゃあまずは年齢を教えてくれるかな。15歳です。じゃあもう働いてるの？じゃあ戦国武将です。戦場とかは行くの？行ったことありますよ。どういう系が好きなの？そうですね、やっぱり私は王道行く九州系ですか。ピンキリですよね。でもね、じゃあ人のネタとかパクったりとかは？やりますね。パクツイ禁止条例が緩和されてから1年、悪質なパクツイが横行する中で、パクツイ警察なども出現しており、パクツイ警察予備校なども年々増加傾向にあります。くれぐれも皆さんはパクツイを行わないようにお願いいたします。それでは続いてのニュースです。このところ FF 外から任務のリストに追加される事件が多発しております。調べによりますと、犯人の犯行はいずれも共通の流れがあることが発覚しました。犯人は追加をする際に必ず、このツイート面白すぎなどと発言しており、任務知ってそうだから任務のリストにぶち込んでやるぜと犯行に及ぶようです。また最後には、許してください、何でもしますからなどと謝罪をするのも特徴的だということです。専門家の意見も伺うべく、調査班はツイッターについて長年研究する信姫氏に話を伺いました。任務中といったらツイッターの文化みたいなもんですからね。それはちょっと世間は許してくれやすねんよ。悪質な FF 外からのリスト追加が横行している中で、具体的な防衛手段は依然見つかっておりません。政府の迅速な対応が求められると言えますね。さて、信姫ニュースもお別れの時間がやってまいりました。本日のニュースはいかがだったでしょうか。来週も信姫ニュースをよろしくお願いいたします。それでは今週のツイッター占い、 A 型のあなた、残念、ちょっぴり悲しい気分。仕事がうまくいかず、不幸にも黒塗りの高級車に追突してしまいそう。そんなあなたのラッキーツイッターはフラトラ。バジリスクタイムを踊って元気に仕事していきましょう。 B 型のあなた、恋がうまくいきそうな予感。屋上で体を焼いていたら片思いの男性に告白できるチャンス。そんなあなたのラッキーツイッターはゆゆうた。ツイッター界の二宮ことゆゆうたの演奏で明日も元気に仕事しましょう。大型のあなた、思いがけないミスが不幸を招くことに。寿司の配達中に一つぐらい食べてもバレへんかと稲荷をつまみ食いしたら大変なことになるので注意しよう。そんなあなたのラッキーツイッターは自己顕示欲が強い孫悟飯。自己顕示欲を高めて社会に自分のポジションをアピールしよう。 AB 型のあなた、おめでとう、動画のオチに最適。何をやっても死亡フラグが立って岩盤に叩きつけられたくなる気分。そんなあなたのラッキーツイッターは道明寺春人。イキリツイートと親父ギャグで VTuber 界隈を盛り上げよう。そんじゃ恒例の言っとくか、道明寺、準備はいいか。まあ問題、やっほー。